毎日主婦してます、りゅうちゃんです。毎日12時間働いてます、ひかるです。今日も夜11時までゲーム実況してましたね。おのたが働きなさいよ。いやー、頑張ってるだけゲームはね。こっちやろ最近。今日はですね、りゅうちゃんに再就職を考えてもらいたいなと思いまして、ウキウキワクワク。さてね、りゅうちゃん、なんといろんな資格を持ってるんですよ、教えてください。あ、まあ資格は多いね。独立ぐらい、たまたまポークリフト、それが免許だよ。免許中型持ってる。介護福祉士、あとなんかあったっけ。っていうか、一気にジャンル変わったけど、まあ基本なんでもできるよ。これ働かなあかんやん。働かざる者食うべからず。はい、だからね、りゅうちゃんはいろんな業種でもね、活躍できるんじゃないかということで、今日はね、ちょっといろんな職業体験をしてもらいたいと思います。まあ職業体験してみて、合う分があればさ、ぜひやってみたらいいと思うね。まあそれはちょっと置いといて、だけせーの、りゅうちゃんの職業体験スタート。やる気出せ、はい、スタート。いや、そう、いやるわけないやんな。無理、帰ってください。帰る。なんか汚い、やり方が、やり方が汚い。ワクとしてワク。あれ、あれ、猪木。おはよう。おはよう。海鮮丼注文したで。今日の昼、海鮮丼配達来るからね。よし、注文してくれたんや。海鮮丼バッチリ、ミミネが好きなやつ頼んどから。イクラと鮭やな。うん、楽しみにしといて。食べたかってん。ありがとう。そろそろ来ると思うわ。ちょ、配達遅ない？遅いな。めっちゃ遅い。もう45分経っとうで。すいません。誰ですか？何ですか？いいですか？はい。あ、なんか注文された分持ってきました。ピンポン鳴らさんかったで、この人。普通ピンポン鳴らすで。ピンポンは鳴らすでしょ。鳴らしましたよ、聞こえてないんですよ。いや、ちゃんと鳴らして、まあ、とりあえず持ってきました。はい、ほんで時間遅いし、とりあえず違うし。いやいや、それえ、お寿司って何？そんなん頼んでないよ。お寿司って何？イクラとサーモン頼んでやんな。そう、海鮮丼やで。しかも何個持ってきたの？え、これ持っていてって言われたんで。え、もしかして適当人間ですか？え、絵じゃないわ。違う、まあ、頼まれたものをここに持ってきてって持ってきたんだけど、5分で着くのになんで45分もかかるんですか？俺は店に言ってください。店に結局態度悪ない。悪い。終わったんで、チップを。え、チップいるん？やるわけないやんな。もうこの人クレームやん。欲しいち、欲しいち。無理無理。いやいや、お客様が欲しいちですよ。しばくで。逆に判断されてしばくで。しばこうか。じゃあいつもらって帰るの？おーい、なんでやねん。おーい、私が注文したんやん。この人あかんわ、配達員向いてないわ。あの人ダメやわ、配達員向いてない。全然愛想ないなあ。無理、愛想がないとあかんわ。ちなみに何できたん？歩いてきました。バイク使え。バイクの免許どうした？近くをバイクに使いやがれ。バイク使え、バイク。だから45分もかかるわ。向いてない。バイクで5分で来い。飯だ。突然飯テロ、すいません。海鮮だ、いただきます。虫もいらんのかい。いるけどあげる。あ、オッケー。うまっ。うん、イカ美味しい。うん。ちなみにバイト何種類したことある？バッティングセンターやろ、カラオケ、居酒屋、ガスト、ファミリーレストラン、パチンコ店。うん、あれやんな、某有名ハンバーガーショップは不合格やけどな。うん。あれはマジで意味が分からん。じゃあ次の職業行ってみよう。イエーイ。よし、見てこれ、この心まで見えた T シャツ。かわいい。かわいいやろ。似合うやん。しかもさ、今日あの営業のセールスマンの人が持ってってくれる言うと。あ、そうなん。うわ、やった。 それ楽しみにしたんよ。やったやった。みんなこれ買った？このグッズ買った？お揃いやで。かわいいな。他にもあるかも。楽しみ、また早く。楽しみやな。失礼します。どうぞ。いいっすか？待っとったよ、楽しみに。あ、ここでいいっすか？向こうや。え、ちょっと中に入ります。あ、こっちどうぞ。邪魔すんで。はい、どうぞ。邪魔すんで言うたで、この日。邪魔すんなら帰ってやろ。邪魔すんなら帰ってやろ。まずはですね、このタオル。あ、タオル。あ、いいね、いいね。こちら限定タオルとなります。それは？これは、なんか袋ですね。サコッシュ。サコッシュだそうです。あ、そうです。ここの前のロゴは一緒ですけど、後ろの背中のロゴ、開けてみないとわからない。あ、そんなサプライズか。多分一種類しかなかったはずやねんけど。コーンって騙そうとしてます。確認しましたよ。確認した。あ、確認した。ほんまに？はい、ほんまに。目は分かったけど大丈夫か？え、はい、バイト？あ、いや、清掃員です。清掃員？掃除？
掃除の方か。値段は値段値段はセットちゃうんです。4万円4万円のところが4万2000円でございます。4万2000円何が上がったの。まあ、営業トーク営業トーク、どこが素晴らしいかとかほら語らん。いや、その袋ちゃうねん。こっちオタクな、あかん、もう帰る。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、君、待って帰る。いや、待って。どこで落とせばいいのこれ。もういいですか、切って。はい、次店長、出勤ですか。はい、店オープン5時のはずですけど、もう仕込みあと30分しかありませんよ。大丈夫だ。店長来ました。スタッフさんが清掃してくださってます。ラーメン店長、ああ、ありがとうな。え、何これ。お湯入れたらラーメンになりますね。え、メンマーとかネギとかもやしとか、そういうの一切いりません。うち、スープと麺の絡みがこちらで勝負しております。夏なんでね、多分な、盛り付けるだけやから。ちょっと料理します。昨日じゃがいも湯がけんって言いよったやん。湯がけるか、あんなもん。あんなもん。店長、作業が雑いですね。3分ってな、もう店で言ったらな、もうラーメン出てきとうから。待て、今起きたんだ。もみあげが長いですね。あれ、絶対あれや。身長が低いですね。頭を触った手で食器を取らないでください。カンペを読むな。違う、これはカンペじゃない。親分からいただいた直伝の作り方だ。この人熱いの苦手やから。カンペを読むな。追いかけるな、カメラ。ピンポーン。まだですか。お冷やも出てませんけど。氷もないで。その顔ちょっとお客さん来へんやろ。来へんやろな。そうその顔その顔。こんな店主がいるラーメン屋には行きたくねえって。お前に食わせるラーメンはねえ。カットしてね。ふてくされた、あの顔。ラーメン屋っぽい。初めてラーメン屋っぽいぞ。だけ嫌い。そう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 。ラーメン。ラーメンダメなんですか。ラーメンオッケーでございます。美味しいラーメン。なんか言ったいの。言ってんの。言ってんの。お上がりください。チューブから出しただけやけどな。スプライシタジ、お味はどうですか。あ、美味しいって。美味しい、いただきました店長。美味しいですよね。ラーメン変えてるんだ。なんか衛生的に。どうぞ。あ、入れた。お上がりください。おいしいでしょ。うん、おいしいですよね。はい、どうぞ。なんか汚い、やり方が汚い。私今日あったかいラーメンが出てくるのかな。文句あるんですか。俺が作ったものに文句あるんですか。おいしいって言いましたよね。あ、じゃあこれ、はい、どうぞ。はい、これ、お湯で溶かしたらラーメンになるんで、どうぞ。なんか再利用した。再利用した。あかん、帰れ。引き続き次の職業に参りましょう。くそ、やってらんねえ。どうしたんですか、その格好。次は何ですか。プロスポーツ選手になろうと思いました。スポーツ選手になるために今回はこちらの商品を使ってスポーツ選手になりきってみます。はい、ピコネオ3リンクです。見てこのかっこいいデザイン。じゃ、かっこいいね。これ近未来感あるね。つい先日ね、6月24日に発売されてます。はい、まずはね、実際に接続してみてください。よ、おお、どうやって見ると、なんか打たれてんけど。スタンドアローンって言って、このゴーグル単体で遊べるのと PCVR でパソコン接続して遊ぶのの2つが出て。えっ、ー、パソコン接続してよ、私らも見た。じゃ、しかも VR ゴーグルってパソコン接続したら画素数落ちちゃうんよね。画素が落ちずに綺麗な映像で楽しめるって。え、すげえ。あ、地球がある。ちょ、声でかい。何のスポーツするん。鼻の位置見て、鼻と合ってないから。ガソ、なんかいるで、ここ鼻低いな。お兄さん、歯が白いですね。踏まれた。私読んでる小説でさ、こういう VR みたいな接続して、なんか電脳世界に行くっていう小説があんねんか、それっぽい。まあ、なあ、わかる、地球が青い。パワーポインターみたいなの当てて。へぇ、そうなんや。えぇ、そんなゲームがあるん。ごまんまん、俺みたいに鼻が低いと、開いていると。ぺちゃいな。なんか、これ、メガネをつけていると。
もできるような付属品っていうのが、お前ディスプレイケーブル、メガネスペンサー、ノーズパッド、うん、ミニディスプレイボート、アダプターとかいろいろあるんですって。みんないるな、この部族は花がない。とりあえずさ、スポーツしていいかな。本製品はですね、つまずいたり滑ったりする恐れのない広く安全な室内で、見てください、広く、後ろもうちょっと前行った方がいい、広く安全な室内でね、ご利用ください。で、本製品の対象年齢は13歳以上なんでね、12歳以下のお子様はできません。心くん残念ながらね、来年ですね。じゃあ私できる。できる。あなた精神年齢5歳だから無理。なんでそんなこと言うの。ごめんなさい。ピコストアで100以上のスタンドアロンゲームコンテンツと、 Steam VR で6000以上のゲームコンテンツ、有名なコンテンツがめっちゃ多いって。で、 VR でサッカーってどうやってやるの。え、ピコストアで購入できるスタンドアロンのゲームコンテンツは今後継続的に増えていくって。すごい、楽しみやな。え、1万、え、やったやん、やったやん。私映画好きやん、うん、夏以降に 3D 映画などの映画コンテンツも映像コンテンツも楽しむことができる。やばい、それ映画館行かんでよくなる。テントリアルしてきていいじゃん。どうぞ。はい。おおおお、調理場、うん、ねぎやん。さっきよりラーメン屋さんしてるわ。チャーシュー入れる、箸も使えるん。ある。あー、どこに落としよんねん。全然いけるよ。で、お盆から下ろさなあかんねんで。あー。お兄さん、はい、スポーツ選手になってください。もうあなたにはラーメン屋さん向いてません。目線を持ったのそれ。うわー、打った。アウト。ウェーイ、ツーベースヒット。ヒットヒット。いけ、今顔に向かって打ったろ。It's evident in your phone's got the full seven. No reply when I tick to 10 past 11. And I swear you only tell me what I'm running for. The real thoughts very deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly right now I don't really feel love in here. But I saw something in the middle of the past. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. Zero. That Parker's can't listen but finish what I started. Paint a picture like a ghost as you're looking like a baby. どうにかしましょう。だから一緒やぞ。一緒やったよな。腕の振り方見た今の。この世界に入る。入る入る。いや、これ耳ネーがやっとんも見たいねんけどな。どうでしたか。今日はいろんな職業を体験してみましたけど。めっちゃ安かいな。うん。何が一番良かった。これでしょ。これでしょ。VR 新鮮やな。ゲームちなみに撮ったんやけど、うん、フィットネスとかって。え、いいよ。終わった。ちょっとダイエット企画。VR 以外全部クレーム来てましたけど。これはもうあなたが満足したんでしょ。満足した。俺が満足した。やっぱりりゅうちゃんは YouTuber がしっくりくるということだよね。あ、一人でこれやっとけと。そう。はい、今回ご紹介したピコネオ3リンクの詳細は概要欄にあります。はい、興味のある方ぜひチェック。発売日の6月24日から7月24日までの1ヶ月間の間に商品を購入、ピコストアアカウント新規開設すると、え、オールインワンスポーツ VR とセンターファイト一覧でゲームコンテンツがもらえるねんって。だからあなた今日もらえるコンテンツをやったんや。あ、そういうこと。これ、うん、そういうこと。なるほどね。え、めっちゃいいよ。国によって同梱されるゲームが違うねんて。ノーズパッド用意してみ、ミネーがするから。誰も鼻低いって言うな。誰が鼻低いって言うな。ゆうちゃん、これからも YouTuber 頑張ってください。 OK、 頑張りましょう。ヒカルの働く時間を8時間ぐらいにさせてください。 OK、 ミネが頑張ります。あなたが頑張れ。